レートレーシングは、光線などを追跡することで、ある点において観測される像などをシミュレートする手法である。レートレーシングと表記されることもある。光線のほか、直線的に伝わるものであれば、耳の波に適用できる手法であり、例えば光以外の波長の短い電磁波や音輪などが挙げられる。波線追跡法、音線追跡法などといった語もある。 ある点に届く光線、波線、温線などを逆にたどることによって、その点における、脂像、温像などを描画する。例えば光線であれば、物体の表面の反射率、また透明度、屈折率等々を細かく反映させた像を得られるのが特徴であり、一画素ずつ光線の経路を計算するので、光源形状に応じた光沢の反映や、 金属表面への周囲環境の移り込み、ガラスや水の倒革施設現象など、写実的に描画することができるという特徴がある。しかしその反面、一般的に大量の光線の追跡により、計算量は非常に多くなる。この手法では、反射や屈折は忠実に再現できるが、解説は近似やモデリングを必要とする。 対象が異なっても、電波経路を追跡する、基本的な原則は共通であるが、計算手順は、それぞれで異なる。レートレーシングで描画された玉レートレーシングで、描画された玉レートレーシングの基本は、レースなわち光線を扱うものであり、光の光学的振る舞いをシミュレートする。これは三次元コンピュータグラフィックスを描画する、レンダリング技法の一つとして応用されている。 光は反射鏡やレンズに対して反射、屈折をするが、その様子を気化工学的に追いかけて、光がどのような振る舞いをするのかについて知ることができる。通常、反射は正反射を用い、屈折はスネルの法則に従って計算する。またレンズなどの複数の光学素子を組み合わせた場合、光線を追う計算は複雑で面倒なものになってしまうが、 1930年代にトーマス・スミスにより行列を用いて容易に計算する方法が見出された。レンズや反射鏡を用いる光学機器の開発に用いられ物体の像を作るときに発生する周差を推定することに用いられる。コンピュータの出現以前は手計算を用いていたため膨大な時間がかかったが、コンピュータによって高速かつ大量の計算が可能に、 なった。コンピュータの進歩に伴い、三次元コンピュータグラフィックスで、光の当たり方や、物体の見え方のシミュレーションにも用いられるようになっている。この場合、乱反射や散乱といった現象も含めて計算される。この手法は、カメラや観察者に相当する受信点を中心に、画角となる二次元方向内の微小な角度ごとの、それぞれの方向から受け取る。 はずの光線について、三述演算処理をそれぞれ行うことで、仮想的に逆方向に追跡し、その方向に何が見えるかを判定する。透明な物体では、境界面ごとに、複数の屈折光と反射光に分かれるが、それぞれの電波経路を計算する。わずかな吸収を除けば、ほとんどが反射光となる、鏡面反射では、演算量があまり増えないが、 透明や鏡面でない物体の表面は周囲のあらゆる方向へ光を乱反射しているためそれらを全て演算しようとすれば演算量が指数関数的に増えてしまい有限時間内には処理できなくなるこういった拡散反射は乱数によってランダムに選ばれた方向のみに限定することで演算量を現実的な処理量に抑えた モンテカルロレートレーシングによってシミュレートされる。モンテカルロレートレーシングのうちでも、分散レートレーシングと呼ばれる手法では、ある程度のリアルさをシミュレートするために拡散反射する。表面ごとに逆追跡が必要な経路が多数生じる。ため、複数の表面同士で反射する光まで再現しようとして、やはり演算処理量が爆発的に増加してしまう。 拡散反射する表面での逆追跡が必要な経路をランダムに一つだけ生む手法はパスレートレーシングと呼ばれる。レートレーシングに似た手法、または最も講義のレートレーシング手法の一つとも考えられるものにフォトンマッピングがある。レートレーシングが観察者やカメラ側から光線の経路を逆追跡するのに対してフォトンマッピングでは光源側から 光線の経路を再現する。3DCG におけるレートレーシングは1979年にレンダリング手法の一つとして考案された。この最初に考案された競技のレートレーシング手法は単純な形状の透明な物体や鏡面を再現するには効果的であったが、ざらついた質感を持つ物体の表面を表現したり複雑な形状を再現するには 当時のコンピュータの処理能力の制約もあって適していなかった。その後、表現力を広げるための新たな手法が、モンテカルロレートレーシング、分散レートレーシング、パスレートレーシングとして考案され、こういった講義でのレートレーシング手法は、21世紀初頭現在、関節光を再現する、帯域照明技術の代表的なものとなっている。 20世紀末から2000年代最初の数年間までは映画のような動画を作るにも1フレームあたり数分や10時間ほどもその当時の最新のコンピュータで演算する必要があり2009年現在では大規模な構成サイドの動画生成が求められる映画産業や工業デザイン産業ではレンダーファームと呼ばれる100から1000台規模のクラスタサーバーを構築することで対応している 講義でのレートレーシング手法だけを用いて動画を生成しようとすると高精細で複雑な照明効果をリアルに再現した画像を短時間に生み出すにはさらに巨大なコンピュータ群を必要とするため実際には一般的なコンピュータグラフィックス映像では関節光などの再現はレートレーシングだけに頼らずに影の再現はシャドウマッピングに光沢面への映り込みは環境マップに 場合によっては、人が描いた二次元画像を重ねるなど、人手を介した多様な手法によって制作されている。2009年現在、マルチコア化したプロセッサに代表される、高性能な並列処理能力が得られるようになりつつ、あり、映画や、工業デザイン分野では人手を介した作業が配されて、すべてを、レートレーシングベースの処理に集約することや、また映画や、 工業デザインのみで作られていたリアルな画像が今後は個人所有の PC 上でもゲームのような用途で短時間で制作できるようになる可能性がある。リアルタイムレートレーシングレートレーシングによる物理学的に正確で現実に即した光のシミュレーションには膨大な計算が必要となるため長らく技術デモやプロダクションレンダーリングでのみ使用されてきた。 特に実時間での描画が必要なシミュレーションやコンピュータゲームでは時間的資源的な制約から光源とカシポリゴンとの1対1の位置関係のみを考慮したベクトル計算と塗りつぶしだけで簡易的かつ高速に描画できるラスタライズ法が採用されることが普通であったがハードウェアの高性能化に伴いリアルタイムレンダリングでもレートレーシングを活用する道が開けつつある 2020年現在、GPU ベースのリアルタイムレートレーシングを実現している API としては、NVIDIA Optics Imagination Technologies のオープンル、DirectX レ,レートレーシング、バルカン、レートレッシング、そしてメタルレートレッシングが挙げられる。GPU によるリアルタイムレートレーシングは、GPU がプログラマブルシェーダーに対応し、 さらに汎用計算に対応するよう進化してきたおかげで可能となった。NVIDIA Optics は Adobe After Effects CC や Blender の Cycles エンジンなどに採用されている。バルカンにおけるレートレーシングは当初 NVIDIA の拡張として実装されていたが、その後クロノスによって標準拡張として採用されており、DXR とよく似た設計になっている。 NVIDIA GeForce RTX20 シリーズはリアルタイムレートレーシングのハードウェアアクセラレーションに対応した RT コアを初めて搭載した GPU である。ハイエンドの AAA ゲームタイトルではすでに DXR の活用が始まっている。また c p u ベースのリアルタイムレートレーシングを実現しているソフトウェアとしてはキーショットが挙げられる。講義のレートレーシングは 実写では再現不可能な映画の特殊効果や工業用、建築用のデザインで採用されている。ゲーム業界でも部分的に使用されている。電波のレートレーシングでは発信点からの電波を仮想的に追跡し受信点における電波特性、特に電解密度を得る。多くの場合、これを格子上に 通常は一定の高度の水平面上に配置された受信点に対し繰り返し行い、電解密度マップを得る。このマップは、無線設備の配置の決定などに使われる。与えられた、発信点から与えられた、受信点までの破線は1位に定まらないため、次の解放がある。地震波や超音波での通常のレートレーシングでは、反射、屈折などの条件から、 受信点での受信波を計算するが、この場合は実際に測定された受信波から反射、屈折などの条件を逆算し、トモグラフィーを得る。ありがとうございます。